スピリッツドアラチャンネル、メットライフドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、埼玉西武ライオンズ対中日ドラゴンズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここまで非常にいいチーム状態で来ています。今日の試合も期待できそうですね。そうですね、こうなるとですね、どういう貸し方をするか、そういったところでしょうね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。まずはライオンズの先発松本がメットライフドームのマウンドに上がります。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。これが初球、初球ボール、低め見送っています。ボール先行です。外れてますか。はい、低めわずかに外れてボール、ストライクが入りません。いいまっすぐですね。はい、低めストレート、空振りでストライク、スリーボールワンストライクです。引っ張った、ライトに上がった、しかしこれは外野追いつきそうだ。ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている阿部。松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは松本、ここまで5勝をマークしています。初球空振りです。2球目は何で来るか。狙いは良かったと思いますね。高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。いい球ですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。際どいコース外れました。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、インコースわずかに外れてボール、スリーボールツーストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。3番バッター渡辺、ツーアウトになっています。緩いボール決まっています。よくコントロールされています。インサイド打ち上げました。詰まりながらも右中間へ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。1回の裏ライオンズの攻撃です。ライオンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の福谷。どんな投球をしてくれるんでしょうか。センター武田、ライト
バッターは源田。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、今日はその好調な打線にも注目しましょう。これが2球目、際どいボール外れました。低めの変化球は決まりません。外れてボール。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている木村。まずはワンアウトを取っています。初球は変化球から入りました。ストレート外れました。真ん中です。ワンボールツーストライクです。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。アウトコースへのカーブはボールです。インサイド落ちました。切れました。ファールボールです。見逃して三振です。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。わずかに入りません。またファウル。変化球が低めに外れます。アウトコース外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。これはどう？センターに抜けました。ランナー出ました。西武ライオンズです。2アウトランナー1塁。まあ、盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れて走らないといけませんね。ああ、そうですね。さあ、2球目は何か。キャッチャー2塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。この回ライオンズ結局3人で攻撃を終えています。
2回に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスビシエド。さてライオンズの先発は松本。ここまで10試合に登板して5勝3敗という成績。前回の登板は5イニング投げて自責点4、内容的には今一つだったんですが、打線に助けられて勝ちがついています。次が2球目、真ん中に決めてきました。打ちました。このフライは切れました。ファールボール。ボールカウントは1ボール2ストライクです。平行カウント、外、これは外れていきます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。打席には5番バッターマルティネス。松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース空振り、非常に窮屈なスイングになりました。ファウルになります。ここもファウルです。見送っています。ボール。5球目は何で来るか。アウトコースは外れます。バットは動きません。よく見ています。フルカウントです。三振です。バッターボックス石川、ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目は何で来るか。アウトロー外れます。できませんか。はい、高めストレート外れてボール。ストライクになります。2ボール2ストライクです。膝元をつきましたが外れました。3ボール2ストライク。三振を取りました。3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0-0、同点です。さあバッターは山川。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球打ち、これはどうだ。センターへ抜ける。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者の中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。
内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙う。打ちました。高いバウンド、ファーストゴロ、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターは6番栗山。ゲッツー崩れでランナー残りました。まず打ちをついてきました。これが2球目。アウトローを見送ってボール、ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。さあ4球目は何か。ここは1球見ました。打ちました。高い打球左中間へ。ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト。バッターは7番に入っているメヒア。2アウトになっています。初球ボール、これはファウルになりそうです。ファウルになります。ボールになります。ちょっと合わないようです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。これでフルカウント。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。さあこれで決まるのか。打ちました。ピッチャーライダーです。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。2回終了0対0同点です。小宮山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね、ボールも走っているように見えますし非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。最初は変化球できました。ボールになります。さあ2球目は何か。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。この球は外れています。これが5球目。打ちました。これはショートライナー。バッターボックス石垣、まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か。
初球打ち、ライトへ打球伸びる。バッターは9番に入っている武田。ツーアウトになっています。インサイド変化球決まっています。この球は外れています。これが3球目。インサイド落ちました。強い打球、高めちょっと外れたか。低めボール、スリーボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。0-0、同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権握るんでしょうか。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。なかなかタイミング合いません。ボールになります。次が4球目。インサイド落ちました。これはスタンドへ切りました。ファールボールです。高め見送っています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打った、この打球は落ちるか。どうだ、センターが取りました。バッターは9番に入っている金子。福谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。改めてお聞きしますが、この金子、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはまあコンパクトなスイングで確実にミートしてくるバッターですね。ああ、なるほど。ボールになります。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。打順はトップに帰って源田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球、空振りです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。ショート取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。
この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。3回終了0-0、同点です。4回に入っていきます。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。岡林がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ライオンズ得点に動きはありません。0-0で4回を迎えています。低めの際どいところですが外れています。ボール先行です。スライダー外れます。ストライクが入りません。打ちました。これはセカンドライナー。2番バッター阿部、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、バットが動きませんでした。ボール先行です。いいボールですね。アウトコースのストレート、力があります。外低めのボール、2ストライク2ボールと追い込んでいます。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。さあ6球目は何か。引っ張った、ボテボテ、サードが前に来る。ツーアウトになりました。バッターは3番渡辺、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。次が2球目、変化球タイミング合いません。さあ3球目は何か。低めはボール、切れていきます。ファウル。狙いは良かったと思いますね。振ってきません。外れています。フルカウントです。これはどうか、セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。0-0、ドラゴンズここまでヒットが出ていません。ライオンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは2番木村、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。ライオンズ得点に動きはありません。0-0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。高めギリギリです。ツーボールツーストライクです。
ファウルになります。次が6球目、これもファウル。さあ7球目は何か、変化球ボールになります。3ボール2ストライク。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。初球ボール、改めてお聞きします、バッターボックスの友崎、インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。スライダー外れます。今のはよく見ましたね。膝元、変化球がわずかに外れています。さあ5球目は何か、打ちました。石垣アウト、ツーアウト。バッターは4番山川、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウト、ランナーありません。最初は変化球持ってきました、ストライクです。高め打ちました。このフライは切れました、ファウルボール。低め見送っています。際どいコース外れました。インサイド、変化球外れます。3ボール2ストライクです。ここも見送ってよく選びました、フォアボールです。2アウトから先制のランナーを出していきます。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。初球変化球空振りです。切りました、ファウルボールです。インサイド落ちました、またファウル。ここもファウルです。この球は外れています。6球目は何で来るか、ボールになります。これでフルカウント。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。打ちました、セカンド正面のゴロ。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。源田が抑えています、ワンアウト。バッターボックスは5番マルティネス、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。松本、まずは先頭バッターを打ち取っています。
今日の先発ピッチャーはライオンズが松本、そしてドラゴンズが福谷、この2人の投げ合いとなっています。中への変化球外れました。インコースボール、4球目は何で来るか。外れてますか。はい、変化球わずかに外れてボール。切れていきます。ファウル、打ちました。ピッチャーゴロです。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックス石川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ストライクです。インドを見送っています。アウトコース、ツーボールツーストライクです。低めに外れてボール、3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。見逃し三振、3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0対0。ドラゴンズここまでヒットが出ていません。西さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあ今日のねこのピッチャーの出来だとなかなか難しいですよ。突破口を見出すことができるんでしょうか。低め見送っています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ビシエド抑えてワンアウト。打順は7番メヒア。先ほどの打席はピッチャーライナーに倒れています。まずはワンアウトを取っています。さてこのところのライオンズですが、ここまで3連勝。西さん、チーム状態は上向きですよね。そうですね。投手陣もよく頑張ってるんですけど、それ以上に打線がつながってますよね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。高めちょっと外れたか。これが4球目。スライダー決まります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。ストレート外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました。ビシエド、アウト。2アウト。バッターボックスは8番森。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。初球ボール、
打ちました。サード取った。一塁アウト、スリーアウトです。この回ライオンズ三者凡退です。5回終わって0-0、両チームまだ無得点です。配球表ご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。これから6回ドラゴンズは代打を送ります。高橋が打席に入ります。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。緩いボール決まっています。膝元をつきましたが外れました。高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、インコースわずかに外れてボール。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。この球は外れています。フルカウントです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックスには代打の木下、松本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターは木下、背番号35。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。源田が掴んで2アウト。打順は9番武田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。初球ボール。いい球ですね。インローのストレート、力のあるボールです。148キロ。ボールになります。この低いボールは外れます。打ちました。難しいバウンド。外崎一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0-0。ドラゴンズここまでヒットが出ていません。配球表ご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏ライオンズの攻撃。バッターボックスは9番金子。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズ得点に動きはありません。0-0で迎える6回の攻撃です。ちょっと攻めあぐねているので、なんとか出塁して彼の機動力を生かしたいところですね。そうですね。次が3球目。
いいストレートですね。はい、ストレート空振りでストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インハイ際どいコース、ボールになります。スリーボールツーストライク。打ちました。取った。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター源田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。福谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。2球目は何で来るか。ストライクになります。さてバッターの源田、バッターとしてはどういう特徴がありますか。圧倒的な走力と小技のうまさ、彼のセーフティーバントはなかなか防げないですね。ああそうですか。これは低いところに持ってきました。高めに外れます。スリーボールツーストライクです。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターボックス木村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ピッチャーちょっと疲れが見えます。この球は外れています。ボール先行です。3球目は何で来るか。引っ張った。これはどうだ。強打。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ライオンズ三者凡退です。6回終了0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、ここまで見応えのある素晴らしい投手戦となってますね。そうですね、もう本当に持ち味を存分に発揮して非常にいい締まったゲームですよね。本当にそうですよね。この後どこで試合が動くんでしょうか。外れてボール。ボールになります。引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。もう気持ち的にも体力的にもいっぱいいっぱいですよね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。いい球ですね。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。これは決まった。ワンボールツーストライクです。
ああ外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。見逃して三振になります。打順は3番渡辺。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。ピッチャー球のキレが落ちてきました。ストレートはわずかに外れました。切れていきます。ファウル。高め外れてボール。インコース、これは外れます。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。これが6球目。打ちました山川。一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。0対0。ドラゴンズここまでヒットが出ていません。さあそしてここからはラッキーセブン、ライオンズの攻撃に入ります。アウトコース見送っています。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ボール先行です。際どいコースには投げ込んでいます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。打席には5番バッター山川。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとどうでしょう、疲れも見え始めたようです。いや球にね力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。よく見ています。これが3球目。ボールになります。さあ4球目は何か。インコース決めてきた。2ストライク2ボールと追い込んでいます。いやストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライクフルカウントになっています。ライオンズ1点を先制しました。1対0。これぞ4番という仕事をしてくれました。これが決勝点になるか。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。
見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。均衡を破ったのはこの一発。ここで先制しています。バッターボックスには指名打者の中村。ライオンズホームランで先制しています。西さん、先制点が入りましたね。まあこういう状況でいい結果になりましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。空振り。ファールゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル。内へ低めに変化しました。インコース詰まりました。ここはフライになっています。石川が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回、西武ライオンズ先手を取るソロホームランが出ました。7回終わって1対0ライオンズ先制です。8回の表、さあマウンド上の松本、ここまでパーフェクトピッチング。小宮山さん、そろそろピッチャーも完全試合を意識しているでしょうか。まあ、当然頭にはあるでしょうね。まあここからいつも通りのピッチングができるかどうかですね。そうですね。ここは冷静に切り抜けていってほしいところ。これが2球目、外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。低め外れました。ストライクが入りません。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトから同点。ライオンズ、ここでピッチャーが変わります。一塁に同点のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのはギャレット。バッターボックス、マルティネス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。次が3球目。あっと取れない。バッテリーエラーが出ました。ボールを拾ってノーアウトランナー2塁です。この場面で痛いミスが出ました。ワンヒットで同点という形になってしまいましたね。ランナーが気になってたのかもしれませんね。なるほど。そうですね。ジャストミート。大きな打球だ。入りました。ホームラン。マルティネス、今シーズン第2号の逆転ツーランホームラン。ライオンズ、この終盤痛恨の逆転アーチを許しました。ストライクを取りに行ったところを打たれてしまいましたね。はい、ご覧いただきましょう。この場面でホームランを浴びて逆転されています。いや、もうまさかの一発ですよね。すでに試合は終盤戦、ここでひっくり返されました。ライオンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の増田。バッターは6番石川。ライオンズ先制直後に逆転を許しています。最初は変化球できました。ボールになります。さあ2球目は何か。打ちました。高いバウンド。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。7
今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり押さえ、インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。2球目打ちました。掴んで2アウトです。バッターは守備交代から起用されている京田。ドラゴンズ先制を許した直後のイニングでしたが、この回逆転しています。最初は変化球できました。高め外れました。ボール先行です。惜しいですね。外の変化球わずかに外れました。ストライクが入りません。打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール、いいところへ決まります。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。さあこれで決まるのか。インサイド落ちました。高く上がりました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。2対1、ドラゴンズ逆転に成功しました。ドラゴンズ8回の裏、ライオンズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が2番手としてマウンドに上がります。バッターはメヒア。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ライオンズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。これはスタンドへ入り、入れました。ファールボール、ボールになります。インコースボール、打ちました。取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターボックス森、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。初球ボール、次が2球目、打ちました。レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。2アウトです。バッターボックスには9番金子、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。切れていきます。ファウル、打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。武田が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって2対1、1点リードはドラゴンズです。これから9回ドラゴンズの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。背番号25、平井がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これから9回ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の大島。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球は何で来るか。高め、空振りです。2球目は何で来るか。低めの変化球です。
外れてますか。はい、ストレートわずかに外れてボール。低めボール。低め、フルカウントです。インサイド落ちました。ファウルになります。これはデッドボールということになります。さあ終盤、離されたくない場面にノーアウトでのランナーを背負います。バッターボックスには岡林。ここは送らせてきますかね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。送ります。ピッチャーが取る。セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。打順は2番阿部。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ドラゴンズ、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。2対1、1点リードはドラゴンズです。ライオンズ最後の攻撃になります。そしてドラゴンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。西さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですけどね、まあそうは言ってられないですから、とにかく塁に出なきゃいけないですよね。そうですよね。出塁なるかこの回です。打ちました、痛烈、切りました、ファウルボールです。アウトロー外れます。落ちるボールは、これは外れています。三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには2番木村。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。さあ守護神マルティネスがライオンズ打線の前に立ちはだかります。簡単には攻略できないでしょうね。そうですね。それでも何とかして得点までこぎつけたい。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。3球目は何で来るか。今のはバッターよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。わずかに入りません。アウトロー見送ってボール。スリーボールツーストライク。さあ6球目は何か。三振です。ツーアウトになりました。打席には3番バッター外崎。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。この試合の行方を任されました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあ何とかしたい。高め外れました。ボール先行です。膝元への変化球。空振り、ツーボールツーストライクです。
ファウルになります。外への変化球は決まりません。スリーボールツーストライクです。空振り三振、試合終了。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、連勝は止まってしまいましたが、ここから連敗しないということが大事だと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、もうとにかく次の試合に何がなんということですね。そうですよね。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。